せーの、純情のアフィリアの時間。はい、タイトルコールありがとうございます。というわけでね、10月から新番組木曜だからゲッチャとしてこの番組はスタートしたんですけれども、そのアシスタントを務めている純情のアフィリアの3人についてまだね、視聴者の皆様にしっかりご紹介ができていないぞということで、この時間は3人のね、大好きなゲームベスト3を聞いていきたいと思います。まずはゆかがねんから聞いていこうと思いますよ。早速、じゃあフリップの方をお願いします。ドーン、ドーン、ここにドーン、ドーン。はい、ほう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 、私の好きなゲームベスト3はこちらです。はい、3位クロックタワー3、うん、2位バイオハザード2、うん、1位東方地霊伝です。聞いたことない。はい、じゃあまず3位のクロックタワー3から、はい、こちらはですね、ホラーゲームなんですけど、うん、私が子供の頃にお父さんが誕生日プレゼントで買ってきてくれたんですよ。はい、優しいね。そう、ホラーゲームをそう、でもすごいなんか映画みたいで、うんうんうん、クオリティが綺麗だよね。そう、うん、で敵もなんか今までのクロックタワーはシザーハンズ、シザーマン、そうです、うん、まあ、シザーハンズ映画だからシザーマンだけだったんですけど、なんかクロックタワー3は、うん、ハンマー男、リュウさん男、オノ男、シザーマン、シザーウーマンって4人のキャラとが出てきて追いかけられて、まあ、戦えることもできるんですよ。そうなんだ、逃げるだけじゃなくなったの。逃げるだけじゃなくて戦えることもできて、すごい楽しいゲームでした。はい、はい、そして2位はバイオハザード2です。はい、こちらも皆さんご存知の通りホラーゲームなんですけど、うん、こちらも私のお父さんが買ってきて、お父さんがホラーゲーム好きなの。お父さんもゲームが好きでホラー好きみたいな感じで買ってきてくれたんですけど、こちらは主人公が2人いて、で、その一人の主人公をクリアすると裏シナリオをうんうん、またレオンと、そう、レオンとクレアで、クレアね、うん、その例えばクレアをクリアすると裏シレオンっていう、あ、そうだね、シナリオを進められることができて、クレアはみたいなのが見れるんだよね。そうなんですよ、この時クレアはこのことをしてたけど、うん、この時レオンはこの敵と戦ってたみたいな、うん、で、サブキャラみたいなのも出てきて、うん、レオンはエイダっていう美人のお姉さん、あ、いたね。そう、で、そのエイダは銃も撃てるので一緒に戦ってくれることができて、で、クレアはシェリーちゃんっていう可愛い幼女、女の子が、うん、ついてくるんですけど、うん、クレアちゃんが先に行っちゃうと追いかけられなくて、こうやって立ち止まっちゃうんですよ。そうなんですよ、証拠がすごい可愛くてそれをちょっとポイントとして見ていただきたいと思います。え、そこなの？はい。すごい怖くておすすめです。はい。そして、その時ジグワはね、はい、3でわかりますね。はい、そうですね。はい。そして1位は、うん、東方地霊伝です。よっ、イエーイ。よっ、ね、これも何ホラーなの？あ、これは全然ホラーじゃないんですけど、はい、うんうん、東方プロジェクトっていうシューティング、うん、ゲームなんですけど、すっごい弾、そのシューティングの弾がもうブワーって弾幕が出てくるんですけど、それ弾幕って言うんですけど、それがもう芸術的なんですよ。で、まあ、全作品すごいんですけど、中でも東方地霊伝のボスのレイウジウツホちゃんのステージの弾幕がすごくて、もうバーって、でもそれをこうやって避けるのがすごい楽しいんですよ。あと、そのシューティングだけじゃなくてキャラクターも可愛くて、うん、あと音楽もすごい良くて、うん、そうなんですよ。何が好きなの？なんかその東方、そのゲームの中ではメロディーだけなんですけど、それをなんかファンの人たちが東方アレンジって言って、うんうんうん、なんかそれをまた聞くと、あ、こういうなんか解釈があるんだみたいな感じで、だから何が好きなの？ステージ3のさとりちゃんの、うん、アレンジのタグっていう曲が好きなのでおすすめです。じゃあみんな、はい、なんか歌ってくれないからそれ調べてみてくださいありがとうございます。はい、以上、ダマリンのベスト3でした。
続いてゆみちーかな。はい、はい、私の好きなゲームベスト3です。おーい、どんどんこんな感じになってます。はい、おーじゃん。3位がユビート、うん、2位がファイナルファンタジークリスタルクロニクルリングオブフェイト、うん、そして1位はシュタインズゲートです。おお、はい、あらら、えらいね、自社だよ。いやもうね、これは後でもすごいたくさん話したいんですけど、まずちょっと3位から言ってもいいですか。はい、はい、うん、はい、3位のユビートはですね、こちらのゲームセンターに置いてあるアーケードのリズムゲームなんですけど、うん、もうすごい中学生だったかなの頃にハマって、もうあの100円を積んでずっとゲームセンターで朝からお昼までやる、もうずっとバーって、まあ、朝からお昼までだけど長時間ではないんですけど、まあ、やってたんですよ、うん、であとそれがアプリに出た時にも、うん、こうあやったと思って、あの家でも練習できると思ってやってたんですけど、やっぱ携帯の画面だとちっちゃいじゃないですか。だから私あの iPad 買いました。ユビートのためにね。で、iPad でこう練習して、あとなんかその動画とかを上げてくださってる方がいるんで、あ、こうやってスライドしてやるんだみたいなのを勉強してから、そのゲームセンターに行ってもう見せるみたいな。見せプレイをやってたのね。変わりました。はい、そうなんですよ。こうなんかできるんだぞみたいなのを。でも上手い人のプレイ見たいもんね、うん、後ろ並ぶよ ね、 そうですね。結構リズムゲームが好きだったりして、うん、あの初音ミクプロジェクトGOもそうゲームセンターでやったりとかすごいしていました、うん、はい、なのですごい思い出のあるゲームです。そして2位がファイナルファンタジークリスタルクロニクルリングオブフェイトなんですけど、うん、こちら DS であの出たゲーム、うん、でこれは小学生の頃にやっていて、うん、初めてゲームで泣きました。なんかストーリーがすごい可愛いキャラクターなんですけど、うん、重めのシナリオで、あ、なんかこんな可愛く始まったのに、もう一番最初の方にまずお父さんが死んじゃうんですよ。マジとか、あと双子が主人公なんですけど、うん、その双子のその片方もなんかその、まあ、いなくなっちゃうみたいなのとかがあって、結構重めのストーリーなんですけど、こう進めていくとそのまた双子の力でボスを倒すみたいな、うん、っていう。すごいね、小学生でも理解できたんだね。そうですね、結構でも2回とか何回かやってやって、そうこう何ストーリーも理解するし、うん、アクションも結構やりやすくて、なんか私なんこういうゲームって言ってもそのゲームセンターにあるなんかなんて言ったらいいんだろう、あの虫キングみたいなああいうのしかやったことなかったんですけど、でもお子様向け系ってことね。そうですね、でもすごいやりやすくて、でもなんかシナリオはちゃんとしててっていうので、もうハマったゲームっていうので2位に入れました。はい、そして1位はこれシュタインズゲートです。さっきコメントに忖度って書かれてた、違います。私このアシスタントの面接をする時とかにも、何面接なんだ、そうあったんですけど、なんか好きなゲーム何ですかって言われてシュタインズゲートですって言ったら、もう目の色が変わったように、えみたいな、どこが好きなのみたいなことを言われて、怖い、怖い、やばい、なんか言っちゃいけなかったかも。それ誰に言われたのそれ。それはちょっと、あ、言えない、はい、まあ、それちょっと、ないしょ、はい、言われます。こっち見てるよ、こっち見てるよ、こっち見てる見てる、あの、あの人の、あの人の戸田さんでした。はい、でも本当に大好きで、あの、まあ、アニメから入ったんですけど、そうなんだ。それでこうゲームをやっていくと、やっぱシナリオが圧倒的に、まあ、量がね違うよね、すごく面白くて、うんうんうん、どんどん先をこう進んでいきたいってなったのと、あとシュタインズゲートってこうたくさんあのゲームが出ていて、例えば、ね、ゼロだと、うん、あのその何本編のなんかそのあーそっか、まあ、ちょっと本編のもう一個なんかそうどうなったかみたいなのとか、もうより深く知れるところだったり、あとエリートは、うんうんうん、まあ、アニメ好きなのでアニメの映像が流れてすごい分かりやすいなって思ってよかったり、あとですね、あのエリートだったかについてくるファミコレアドベンチャーっていうおまけゲームがあるんですけど、あ、ね、あのおまけとは思えないぐらいの難易度なんですよ。難しいよね、ファミコン難易度だよね。はい、もうすごい、そう、かわいいなと思ってやってるんですけど、うん、もうすぐ死んじゃうんですよ。それ見てもって、何々もやっぱキャラクターが可愛かったりとか、
あとなんかそのファミコレ、あのファスーファミのなんだろう、ストーリーの速さとかがすごい面白くて、もうシュタインズゲートすごい大好きで、いやでも本当ですよ本当ですよ、なえちゃん、あ、いや、なえでした、はい、いやでも嬉しいですね、まだ下にやって、はい、やったことないから早くやった方がいいだろう、本当やった方がいいです、もうアニメも見た方がいいし、あのゲームやるとさらに深いところも知れるし、だからやっぱ今ならエリートだよね、そうですね、全シナリオにアニメーションがついたじゃん、エリートで、だからすごいな、ホワイトホックスさんって思った、めちゃくちゃいいんです、なのであのシュタインズゲロゲロゲロゲラって混ざっちゃう、シュタインズゲートゼロダーリンだったり、シュタインズゼロエリートも出してほしいなって今めちゃくちゃ思ってる、ね、あ、そっちの方ね、はい、それを今すっごい出してほしいと、ちょっと混ざっちゃった、すごい悪口みたいな、ゆめちゃん混ざっちゃった、なんか私下着本当に好きなんですけど圧がすごくて今もっとねもうみんなの、いや大丈夫か大丈夫かっていうのがすごくてガチだよね、本当に本当に、私あの秋葉原のスタンプラリーとか全部もありましたから、すごい、カフェメイリッシュとかも通ってます、本当のファンじゃないですか、語りすぎて香里ちゃん語る時間ある、あ、やばいやばいやばい、本当に好きです、以上ゆめちーのベスト3でした、あ、ベスト3でした、はい、じゃ最後香里さん、はい、私香里の好きなゲームベスト3はこちらです、ドン、じゃあ真ん中に置いてもらっていいですか、はい、本当本当がなんだこれ、はい、ということで第3位は美少女戦士セーラームーンアナザーストーリーですね、こちらですね、私あのこの世で一番好きなものがセーラームーンなんですけども、そのセーラームーンはいろいろゲーム出してるんですけど、その中で出した唯一の RPG、 へー、もうこちら95年に発売されたゲームで結構前のスーパーファミコンのゲームなんですけども大丈夫だよ、気にしないで、本当ですか、ちょっとあのやっぱメモの量がすごいんですよちょっとさっき出てないけど、でもただあの時間気にしてなくて本当に興奮して早口なだけなんで、お宅特命の早口です、話させてあげてこちらですね、脚本と、あのゲームオリジナルキャラクターがですね、あのデザイン担当してらっしゃるのが、あのセーラームーンの原作者の竹内直子神様でございます、はい、で、今までのその原作もちろんアニメに出てくるキャラクター全員が大集合するんですよ、敵も、敵も大集合して、で敵を復活させるっていう、そのゲーム内でのボスがこう、なんていうんですか、モットーっていうんですか、復活させるのがモットー、復活をさせてもう歴史を改変するみたいな、今まで倒してきた敵も復活させて歴史を変えるっていうゲームで、まあ、とにかく面白いんでやってください、はい、ということでですね第2位第2位がですねアイデンティティ5第5人格です、どういどういこれはどういだよ、あのこちら悔しながら私がここにいないときに、そうなんだよね、そうなんですよ、クヨゲッチャーでもやりました、やりやがアーツやりましてね本当にすごい好きで、これあと4分ほどですございます、でも香里さんは顔を使いだって聞いたから、じゃあいらないよ、そうなんですカウボーイを、あの私が使ってる持ちキャラがカウボーイなんですけども、うん、使ってる理由が、あのカウボーイに助けられて、あの野良の、あ、うんうんうん、でキュンときちゃって、私ね野良のカウボーイに、あのドア開けてたの、そしたらシュ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 ピュってやられて、で野良のカウボーイが前行ってドア開け始めて、最悪じゃん、ちょっとカウボーイあんまりいいイメージない、いや、どういう性能のキャラかと言いますとな、縄使いなんですよ、そうだね、で、あの敵が、あの、まあ味方を吊るしてたら、風船になってる敵をこうヒュッてやってね、捕まえれたりとか、敵の上をヒュッて行ったりすることができて、まあでも山本さんにはすごい嫌がられていやでもカオリンが使うカウボーイならきっとかっこいいってことだよね、捕まったりしないで助けてばっかりいるってことだよね、いやでも無駄に飛んでます、私は無駄に飛んでる、はい、なるほど、敵いると思ってヒュッて飛んだりとかでも邪魔だよねキャラ変えよ、はい、そしてですね第1位がこちらバハムートラグーンでございます、
もう本当に大好きで、アフィリアの香りセレーネゴドランドっていう名前がもともとあったんですけど、まあ今もあるんですけど、そちらの名前もちょっとこのゲームに影響されてるぐらいにはすごい好きなゲームで、こちらもですね1996年に発売したスーパーファミコンの RPG なんですけれどもめちゃくちゃ面白いんですよ。でももう今時間なくて面白いしか言えねえな。どういうゲーム RPG だよ。どんなだっていっぱい書いてあるじゃん。ストーリーちょっとなんかいいねよ。パーティーのそのユニットとドラゴンを組ませて戦闘に行くんですけど、そのパーティーだけじゃなくてドラゴンも攻撃できるんですよ一緒に。でドラゴンを育成しながら育てていくんですけど、何に笑ってんのよ。コメントで年齢が選んでるゲームの違うこれおバカらのお下がりゲームなんですよ。あなるほど、ね、でお兄ちゃんと一緒にやってたんですけども、でこちら音楽もすごい良くて、音楽もファイナルファンタジー10-2 とか担当してた方がやってたりとか、もう脚本とかもすごい面白いんですけども、主人公がですねいるんですけども、まあもちろんヒロインもいて、裏切られるんですよこれ最後。見てるこっち、やってるこっちが裏切られる。そうなんですよ。だからもう悪女なんですよ、どっちかっていうとヒロインが。まさかのこう主人公じゃない方とくっつくみたいな。わかりますって書いてあるコメントで。何がですか。言うのねっ て、いやもうこれは言った方が傷つくんですよこれ。だって大体主人公に自分の名前するじゃないですか、そしたら裏切られちゃうからこれ言った方がいいんですよ。圧がすごい。本当にすごい。すごい汗かいてきた。やばい。わかる。ちょっとなんか一人で喋るってなるとなんかすごい。なかなかない。あれなんだね。今コメントだったけど、スクエアエニックスの三大悪女って。そうですね。三大悪女の一人なので。そうなんだ。ぜひお会いしてみたいわ。裏切られてみたい。いや本当に面白いのでぜひやってみてください。はい。というわけで香里さんのザ・ゲームベースプリでした、はい、というわけで皆さん3人のランキング紹介してもらいましたけども、はい、いかがでしたか。足りない、時間も足りない。気使って短く話しちゃったもん。いやいやいや一番早いから。本当ですか。一番話すんですか。すげえゆっくり話すなと思ってた。うちの気持ち考えてよ。かなちゃんいつも通り喋るなと思ってた。もっと時間欲しい。欲しい。あとやっぱ書ききれなかったのもあるよね。そうなんですよ。もっといっぱい言いたいんですよ。いろんなジャンルやってるんだよっていうのとか。ドンキーコング2とかも書いてる。スーファミ、買える。でも確かに世代とかちょっと興味ないんで。世代だけちょっと違うけどね。あれだよね。ユニチは一番ジャンルがバラバラだったね。そうですね、バラバラのやつを選んだんですけど、なんかすごい言い訳に時間を取られてしまって言い訳と思ってないけど、いっぱい言いたかったんですよ。よし、今度ちゃんと語れる時間をちゃんと作ってもらおう。ぜひ、お願いします。お願いします。というわけで以上、純情なアフィリアの時間でした。目指せ大冒険。